新型コロナでリモートワークが一気に普及したことなどにより、都会から地方への移住に関心が高まっています。県内では今、富士市が移住先の一番人気です。一体富士市の何が移住者に受けているのでしょうか。今日は中継に出ていますので、中継先の、塩川さんを呼んでみたいと思います。塩川さん。皆さんこんにちは。はい、田子の浦港公園から、お届けします。塩川と言います。よろしくお願いします。今日ここはですね、こちら見ていただきますと、背後に鶴ヶ湾につながるね、田子の浦がね、見えます。富士山のふもと富士市の魅力を伝えるズームツアー。このズームツアーには富士市への移住に興味がある人たちが全国から参加しています。去年、県外から富士市への移住者が102人と100人を初めて上回り、2年連続で県内最多。特に首都圏からの移住先として人気です。 JR 新富士駅です。ここから東京まではおよそ1時間で行くことができます。首都圏へのアクセスがいいことも富士市の魅力の一つです。富士市によると、市内から首都圏へ新幹線通勤している人は1000人を超えています。北に富士山、南に駿河湾に、挟まれたところに富士市の街がこう広がっております。市が力を入れているのがオンライン移住相談会です。もうコロナ2月ぐらいから会社行かなくなって、家で仕事するようになって、オフィスに出社もあまりしないので、東京に住んでる意味がなくなってきて。場所を選ばない働き方が浸透する中、富士市ではテレワークがきっかけで移住をした人の家賃や引っ越し費用などに対して最大50万円を補助します。さらに夫婦どちらかが40歳未満で新しく住宅を買うなどの条件を満たせば最大200万円が交付されます。去年移住した102人のうち78人がこの制度を利用しました。富士市に家を持とうとする若い世代を制度で後押ししています。こちらの家族は娘が3人。町の雰囲気や人も移住を決める条件の一つでした。もともと都内に通勤をしていたので、その60歳70歳になった時に都内に通勤している自分の姿がどうもちょっと違和感というか、できたらこういう、風光明媚だと言ったらあれですけど、地方でのんびり暮らせることができたらいいなぐらいな。今年5月末に千葉県から富士市に移住した原田さん家族は、念願だった庭付きの家で暮らしています。原田さんは転職もして清水町にある職場に車で通勤しています。山だったり海だったり川だったり、その自然の豊かなところにこう短時間でリーチできるというのも大きな魅力かなと思います。本当に最初の移住ツアーですごく丁寧に親切に対応してくださったのもあるし、はい、2回目の時も、あ、前にいらした方ですよねって声かけてくださって、でなんかもっと生活についていろいろ聞けたので、あ、なんかいいところだなと思って、暖かいところだなっていうのは、はい。去年原田さんが参加した移住バスツアーは今年新型コロナで開催できず、代わりにオンラインのズームツアーになりました。富士市に移住を、検討中の方や、富士市にちょっと興味を持ってるなっていう方に富士市の魅力をお伝えするためのツアーで、移住してきた先輩のお母さんたちが富士市に住んで肌で感じる住みやすさを伝えます。ここからは、富士山がぐっと近くなっています。で今日はこのズームツアーは市内からの中継もあり、富士市の魅力を知り尽くしたお母さんたちの手作りです。富士市のその魅力がやっぱいろんな方から話を伺えると、やっぱその方の視点で、あ、こういう富士山が見えるんだとか、
あそこも行ってみたいな、ここも行ってみたいなみたいな感じになりました。札幌なんで、うん、いきなりよし住もうっていうのはすごいハードルが高いんですけど、子供も連れて一回いて富士山も見たりして気持ちが多分高まると思うんです。富士市は移住を後押しする制度を手厚くし、先に移り住んだ人たちとのつながりも作っていることが魅力となっていました。もう生活とその仕事みたいなところも一体化といいましょうか、いろんなところでこう孤立しないで横のつながりみたいなのを感じることが多いので、そういったことが好ましい人は地方での暮らしっていうのも今都会で暮らしている方もできるんじゃないかなというふうには思います。